はい、のんち TV 始まりました。ピースの角度は自分向き、 D のんちです、はい、そして本日のお相手は、はい、チーフのコックはスーシェフかもいこです。でもシェフとコック違うらしいですよ。はい、スーシェフって言葉は好きですね。はい、さあ、グランメゾン東京後半、はい、ご飯、ね、前半は料理について熱く語りましたが、はい、後半、はい、あのどうでした、どうでしたか。あの私的には、はい、あのキムタクの、直接言わず遠回しにみんなを誘導していくみたいな、うん、はい、ああいうのすごいなと思って、ああいうのどうやったらできるんだって思いましたね。やっぱスターしかできない。あんなもう自分をねこう下にしてみたいな ね、 ああいうのできるすごいな。犠牲ではないけれどね、うん、なんかだからどうしてもまあ夢物語みたいなこと言っちゃうけど、一緒に撮りたかったよなっていうのはどっかにありません？うん、ありますね。ねえ、それは出てきちゃうよね。あれだけずっとね一緒にやってたんだけどね。まあでもね、あんまり仲間言われてもね、うん、違うドラマみたいになっちゃいますしね。あ、ワンピースですか。仲間といえば、なんかそう知り合いのさ、はい、人と見てた時に、うん、これワンピースだからねって言ってて、お仲間集めて倒すみたいな、あ、うんうん、徐々に仲間が揃ってって、はい、あ、最高の今店だねみたいになってって、みたいなことを言ってましたね。私のあの心の師匠黒羽翔さんは、はい、あのグランメンズ東京は、はい、明日のジョー2だっていうふうにおっしゃってますね。2って何？まああのライバル2、あの人がライバルなんでしょう、力士、力士さんが死んじゃってからが始まりというか、うん、挫折から始まるみたいなところで言うと、うんうん、物語の構造としては明日のジョー2だってすごい語ってらっしゃいましたよ。若い人なんですか？多分は若いと思いますけどね。我々の時代に2という意識ないですからね。面白かったですよ。はい、で結局撮ったんですよね。そうなんですよ。でそのね、見つめ合うみたいな時にね、はい、ちょっと私振り返りで D と一緒にね、はい、見たんですけどね、実はね、はい、D 言ってましたよ、は出るよ出るよってね、うん、はいはい、あのマークね、これですよね、うん、これ千手観音、三菱美術三つ星の角度は自分向き、うん、でなんか最後ギュッてしてたね、ちょっとね、あんなのいいんですか。ちょっと私それで後ろからハグを期待しちゃったんだけど、くるってポーンでしたね。うん、その辺もなんかなんかねすごいよね、うん、まあ、おばなさんでありやっぱりキムタクさんであるという感じが、うん、まあね、やっぱキムタクさんはさ、うん、普通と違うっていうのはさ気づいてないよね。すごいよ。なんかアラフィフの恋愛模様を描いてるのかみたいな表もとかいろいろありましたけど、まあね、いろんな世間的にはだけど、なんかあえてそこはベタベタな恋愛感にやっぱ持っていかないところとかも綺麗な感じはしましたけどね。あんまり感情を含めちゃうとね、さっきも萌子チャンネルで言ったけど、うん、あくまでも料理も主役の一つなので、うん、あんまり人間模様ばっかり描きすぎてもねってとこですけどね、うん、俺最後あのシーンさ、あんまり一輝さんが覗いてるっていうのなんか過ぎてましたよね。なんでなんで、またそれはそれで悔しそうな顔してるの、それともうんうんみたいな顔してるの、悔しそうな、あかわいそう。すごいやっぱあれですね、ドラマ、ドラマ史上初じゃないですか。あのあそこでライバルが見てないっていうのは、ああまあそうかもしれないけどね、現実に来ました、ね、あとオノウェイとかもあんまり描かれずに終わっちゃったので、でも結局そう、ガクは星が取れなかったっていうのは、まあ再結成したばっかりだしみたいなのもあるのかなって、なんかそう甘くないって、そうなんですかね、ちょっとだけオッサンズラブを感じたんですけどね、あのなんか、うんうんうん、ね、急にね、あの二人やたらね、あとなんかあの食材渡さ、あのね、うん、貸してくれたみたいな時はね、うん、もうちょっと素直におばなさん受け取っていいんじゃないってちょっとだけ、あの時ばっかはね、今回はサンキューってやればいいのに、バチバチしちゃうとこがまあまあまたらしいのかなって、あの二人のっていう感じですけどね、うん、でさ、まあ、はい、
総評としてはさ、ええ、パラビに行かなくちゃいけないんだよ。そうなんですよね。ねえ、どういうことなの？翔平くんがね、何年か後に新しい店を自分で開くっていうのからね、始まるし、まあ、萌ちゃんとの関係性とね、元カノさんとのとか、あとさ、はい、あれですよね、最後の言葉ってちょっとプロポーズとも取れる気がしたんだけど、どういう、金沢さんが世界中に作らないかっていう、なるほどね、ああいうのも多分また見方によって人によってね違うかなって思いますよね。あくまでもやっぱりビジネスパートナーとして見る人もいるし、私はなんかすごいワクワクっと2個のワクワクが出てきたかなと、まあ、ちょっとわかるよね、なんかこう、料理に打ち込む2人はやっぱりエロよりも興奮するんじゃないかろうかっていうところはちょっとあるよね。やっぱ音楽は生ぬるいですか、それ。音楽でもあるんじゃないの、そういうもうやっぱり音楽の方がっていう人いるよね。でもまあシンガーソングライター同士だと違うよね、やっぱね。まあ自我が強いってね、言うので、またちょっとうまくはいかないような、なんでしょう、その、そこにバンドとかの方がなんかエロいね。なるほどな。気がしたりとかしますけどね。まあそんなこんなで、はい。違う回でとうとう順位つけましょう。そうです ね。やっとこれで最終回全部終わりましたんで ね。はい。はい。こんな感じで、はい、今日はこの辺にて終了。終了。はい、バイバイ。またね。向馬的远方，精彩的世界，有多少人想要，又有多少人敢要？